朝一スクープです。今朝のテーマはこちらです。新学期が始まって間もなく2ヶ月となりますが、新しく習い事始めたいというお子さんも多いのではないでしょうか。はい、最近の習い事事情や話題の習い事など登場しますので、ぜひ皆さん参考にしてみてはいかがでしょうか。今どんな習い事してますか。レゴでなんかプログラミングとかしたりする習い事。最近はなんか揺れたら反応するセンサーで鳥を作った。へー。あとは空手とスイミング。そろばん。あ、そろばん。そろばんっていう形でこう数字に慣れてもらえたら、多分小学校1年生の時に苦手意識持たずにこう始められるんじゃないかな。バスケとスイミング。ちょうど手元にあるのはバスケットボール。はい、上の子は今ないかな。料理教室にちょっと行ってて。へー。そう、亀煮とか肉じゃがとかオムライスいろいろ作ってきてました。今多いみたいです。お子さんも男の子も多い。小学生を対象にした調査によると、小学生の習い事の1位は水泳。他にも語学やピアノ、習字など親世代にも馴染みの深い定番の習い事が上位にランクインしています。一方、新たにしてみたい習い事ではプログラミングや動画制作など将来を見据えたものも人気のようです。こちら福津市に今年開校した教室 F 学キッズでは、生活に必要不可欠なあれについて学べるそうで。こんにちは。野菜とかボールのお子さんたち、鉛筆片手に何かプリントを持ってますね。病院とか遊園とか。お買い物とお金の使い方って書いてる。1円玉、はい、まあ、みんながコンビニとかイオンとか行った時に1回の支払いで何枚使えますか。そう、20枚までしか使えませんよ。なんでこちらで行われているのはお金について学ぶ小学生向けの金融教育。そう、 F 学キッズの F とはファイナンシャルの F なんです。高校で金融の科目が必修化したことで、小学生のうちから習い事として今注目を集めています。4月から1年間かけてお金の使い方や経済の仕組みなどを抑えた上で、株式の売買や投資、為替など大人も学びたくなるような内容です。キャッシュレスっていろんなものがもうお金の見ることもなく買えたりする中で、お金の大切さだったり、そのお金の大切さを知って、それをどういうふうにお金を生かしていくか学習しています。いつも新しいことを知れるのが楽しいです。なんでお金のこと学びたいなと思いますか。そうしたら大人になった時に役に立つかなって思う。お金を節約してたくさんいろいろ買えたりとか、大人になった時に損しないように頑張ろうかなって思って。そっかすごいですね、この年で。この日の学習内容はお金で買えるものとその使い方。子どもたちが最近買ったものについて聞いてみると。ではその買い物は必要なもの、それとも欲しいもの。お金を使う優先順位を考えます。もし優先順位を考えなかったらどうなるか、子どもたちの答えは、お金がなくなる。ママに叱られる。欲しいものばかり買ってたら、いつもの生活ができなくて。金融とか経済のお勉強って言ったら、お金儲けっていう風なイメージになりがちなんですけども、そうではなくてですね、必ずお金をしっかり働いて稼いでから、その余ったお金に投資に回すとかいう倫理観の教育っていうのも心がけて行っています。続いては福岡市早良区にあるスポーツ系で注目の習い事。今年11月に北九州市で世界大会も開催見込みという競技が。小学生たちがアクロバティックな動きを練習しているのが、フランス発祥のスポーツパルクール。壁や鉄棒などさまざまな障害物の間を走ったり飛んだり登ったりしながら、そのタイムや技を競う競技です。
こちらでは現在子どもだけでおよそ100人の生徒がいるそうです。パルクールっていうのが軍隊のトレーニング方法から来てまして、そこからスポーツに発展したっていう形になります。やっぱり動画が多いですね。例えば YouTube だったりとか Instagram だったりとかでかっこいいからやってみたいとか、そういう子がやっぱり多いですね。他の市内の子とかも来てくれたりとか、あと佐賀の方からわざわざ来てくれたりとかも、はい。で、今からやっていくのがスイングラシェね。いい？スイングして前に飛ばす。ここキャッチしてから体を振ってで前に飛ばす動きね。 OK？ 鉄棒を使って体を振り前に飛ぶ練習や、狙った場所に着地する練習、さらには台の上で側転をする練習など、体を自由自在に動かすために全身の筋肉を使います。そのためパルクールは他のスポーツにも役立つのだそうです。筋力的な部分でももちろんそうなんですけど、パルクールって精神面的にも鍛えることができて、例えば今低いところで練習してるんですけど、これを高いところになってくるとやっぱ怖いじゃないですか。低いところから練習していって、だんだん高さ上げていって、で挑戦していくっていう、精神的にも鍛えれますね。たくさん複雑な動きをして、それでどんどんできるようになって自分が成長するのを感じれるのが楽しいです。壁3メートル登れるようになりたいです。中には先生顔負けのアクロバティックな技を披露する子も。素晴らしい。 OK。 素晴らしい。パルクール歴2年半という小学5年生のフーゴさん、先日熊本県で行われたパルクールの大会で小学生部門で見事優勝したそうです。得意の技とかあるんですか？サイドフリップ。さあ、こちらが得意技のサイドフリップ。この身軽さと回転の高さ、かっこいいですよね。すると先生が、なんと今度は先生の背中を飛び越える。果たして成功できるのか。また大会に出て1位を取りたいです。一方、現在のパルクール人気にはこんな事情もあるようで、今のやっぱり子たちって公園とかでも遊具がもう今だんだんなくなってきて、外で遊べる環境というのが少ない中で、普段できないような動きを室内で安全に練習していくっていうのがやっぱり子どもたちが楽しいって言ってくれてますね。今日家帰ってサイドフリップやってみよう。いやいやいや、帰りに行ってください。ちゃんと心配です。ちゃんと心配です。腰痛めないでください。はい、サイドフリップ、ジェフ君は得意なやつ？そうですね、何回かやったことありないですよ。全然小学校の時になんか砂場でチャレンジみたいな形で側転まではありますけど、今はいろいろ家じゃできないからこそやっぱり習い事でやらせたいですね。そうですね。まあ、VTR 中も細谷さんも西田さんも親としてはねみたいな、ちょっとプログラミングとかね、私気になるのありましたか？うん、いやー、なんかプログラミングとか動画制作とか、はい、家でもねやっぱやってますもんね。習いには行ってないけど、小学生ですよね。そう、自分の CM を作ったりとか、カット割りとかして編集してやってるから、なんかそれ分かる。でも本当なんか私たちが全くやってきてないことだから絶対教えられないんですよね、うん、子どもたちに。ファイナンシャル学もそうですけど、あんまり知識がないから教えられないからこそ、プロに外で教えてもらう機会を与えたいっていう気持ちはすごく分かりますね。うちん玉20枚なんて、山田さん逆に子供から教わる可能性ありますよね。これ今調べちゃって本当にダメだろうかな。本当だと思って、どうします子供から投資の話を教えられたら。本当ですね、びっくりしちゃう。逆に頼りにしたくなっちゃうかもしれないですね。でも知り合いが言ってたのは、はい、今キャッシュレスが進んでるから子供たちお金の感覚があんまりなくって、なんか無限に湧いてくるものみたいに思ってる子もいるらしくって、
そんな子にはやっぱりこういう感覚、うん、教えたいかなと思いますね。そうか、倫理観も伝えるって言ってましたよね。いやでも本当にこう時代が変わっていくからこそやっぱりこう学びもアップデートされていくってやっぱ自然なことだなと思いますし、うん、どんどん選択肢広げていきたいですね。そうですね、うん、だって楽しそうですもん、子どもたちの表情が。だから、まあ、さっきあの電気代のお話とかもありましたけど、うん、かなり2,000〜3,000円ぐらい変わるじゃないですか、節約することで、うん、でそのお金でまた習い事を新しいことやりたいっていうので、うん、行かせる親もいるかもしれないですね。だってさっきのデータではあのお子さんその一人当たりにかけられる習い事のお金20,000円ぐらいありましたよね、うん、ありましたね。だからやっぱりお子さんにちゃんと学びの機会をあげたい、うん、与えたいって思ってる親御さんがやっぱ圧倒的に多いっていうことですよね。そうですね。あとはどうこう興味があるものをこう見出してあげて、あとは引き際を見つけてあげるか、引き際はね大変だね。夢中になれるものをぜひ見つけてあげてください、はい。